勝手に人様の住まいに上がり込むだなんて、まったく礼儀がなってない。あら、ノックならしたわよ。物騒な使い魔たちを叩きのめしてね。いくつになっても無鉄砲なところは変わらないね。それに可愛げのないところも。あなたが師匠だったからかしら。待とうや、会いたかったわ。おてんばのシュトラがずいぶん立派になったもんだ。いい顔になったよ。怒ってもいいくらいにね。後ろの坊主はルイゾアの孫だね。祖父をご存知なのですか？ルイゾアのジジイとはよく喧嘩したもんさ。融通の利かない頑固者だったがね。あんたにも赤ん坊の頃一度だけ会ったことがあるよ。そうでしたか。ではお久しぶりですということになりますね、マトウヤ様。おためごかしの挨拶はおよし。こんな偏僻な場所までよ捨て人を訪ねてきたんだ。どうせろくでもない問題を持ち込む気だろう。やれやれ、この年になって再びマタイ陸の名を聞くことになろうとはね。知っているの？いにしえの書の中で見たことがあるだけさ。古代アラグ帝国がその末期に作り上げた人工浮遊大陸。ルイゾアともよく話したっけね。竜や万神といった強大な力を持つ存在を制すため禁断の技術を編み出した一種の研究所があった場所らしい。ありとあらゆるおぞましい知識が集まる禁忌の地。そんな場所に向かっている愚か者どもがいるとは。だからこそ追わねばなりません。アシエンの存在が確認されている以上、その目論みを打ち砕かねばならないのです。なるほど、事情は分かったよ。あら、やる気になるなんて珍しいわね。若者の気に当てられたかしら。ラメちっともおてんばが治っとらん。尻尾の一本や二本なくすくらいがちょうどいいのさ、あんたにはね。50年ほど前、北州イルサバード大陸に帝国が起こって間もない頃の話さ。急速に領土拡大を始めたガレマール帝国に対していくつかの対抗手段が練られることになってね。そこでわしが担当したのが
エーテル収束器だ。大気に満ちたエーテルを一点に集めて圧縮し、強大な力を得る秘術ね。ところがどうだい、研究も大詰めってところで、哲学者議会の連中と来たら、わしの研究成果を大量破壊兵器の開発だと罵りおった。頭にきたわしは研究成果を禁書封印してやったのさ。誰にも読めないよう、誰の手にも入らぬように。いざ帝国が攻めてきた時、慌てるがいいさとね。技術は純粋な学問、どう使うのかは人次第。魔刀屋の口癖だったじゃない。もとよりあの石頭どもにはへきへきしてたからね。ここに引っ込むことを決めたのさ。大撤収するなんぞ、やつらの臆病ぶりにはヘドが出るわい。まるで祖父を見ているようです。それでマトウヤ、その研究成果の封印を解いて私たちに見せてくれるのよね。シャーレアンが誇る知識の殿堂、グブラ幻想図書館、その最深部の禁書庫に眠っているよ。呆れるほど厳重ね。まあいいわ、守護兵がいるのでしょうけど、私たちの腕なら問題ないはず。さあ行きましょう。待ちな、シュトラと坊主は残ってわしの手伝いをしてもらうよ。お前たちが派手に倒してくれたバンペイの使い魔たちを作り直さなくちゃならないんでね、しっかり働いてもらうよ。